イルデ・ブランド・ピゼッティは、イタリアの作曲家、音楽評論家、音楽教師、パルマ出身。ピアニストで音楽教師であった父、オドアルドから、ピアノと音楽の手ほどきを受ける。最初は、台本作家を目指していくつかの擬曲を手掛け、そのうち2作は、舞台上演をされている。1895年に、音楽家を志して、地元の音楽院に進んだ。 1897年から、ジョバンニ・テバルディーニの訓導を受けて、イタリアのルネサンス音楽に改眼、生涯にわたって、自作や著作において、影響を受ける。フィレンツェ音楽院の教団に立ち、1917年から1923年まで、院長に就任。1923年には、ミラノ音楽院院長に転出。門人にマリオカステルヌをボイコールテデスコ。 オルガラッチ、フランコ・ド・ナトーニラがいる。音楽評論家としては、イタリア音楽や古代イギリシャの音楽について数冊の著作を残し、音楽雑誌の共同創設者にも名を連ねた。新民学派と同世代で、イタリア新古典主義音楽の推進者に数えられるが、伝統的な調整感や火成法を保っており、実際にはロマン派音楽ないしは、 シンドマン主義音楽の作曲家とみなされなければならない。気楽作曲の交流を目論んだ80年世代の一人として、当初はしばらくオペラの分野から遠ざかり、気楽曲や伝統的なアカペラ様式の合唱曲の作曲に携わった。日本との関係では、1940年代にファシズム政権と近しかったことをめぐっては、しばしば積極的な評価も聞かれるものの、 三否両論に分かれている。成熟期に作曲された公共曲一長は後期2600年奉祝曲として日本政府より打診され、初演された後1940年12月7日に録音された。このように日本とは朝からぬ縁があり、作風も日本において広く好まれているロマン派音楽の伝統に従っているにもかかわらず、 現在、ピツェッティの作品が日本で広く親しまれているとは言えない。ピツェッティは、しばしば近現代の音楽に嫌悪感を示し、初期はロック音楽やルネサンス音楽への回帰を歌ったが、序情的な旋律、反音階的信仰を好む、火星法、流霊な天調においてロマン派音楽の伝統と、つながりを保っており、しばしば、セザール・フランクの作風に似ていることが指摘されている。 イチョウチョウのバイオリン・ソナタは、ユーディ・メニューインに、歌劇、大聖堂における殺人アッサシーニオネッラ・コティドラレは、カラヤンに愛された。その他、ダヌンツヨの擬曲のための劇不随音楽が数曲ある。ピッツェッテと表記されることもある。ありがとうございます。